こんにちは、ザッピーです。今回はホワイトアルバムをですね、ビートルズのインドの旅と一緒に考えてみたいなと、振り返ってみたいなと思うんですね。もちろんホワイトアルバムは、まあ普通のビートルズファンであればね、めちゃくちゃ好きなはずですよね。嫌いな人いないじゃないですかね。むしろこれが一番好きだっていうビートルズファンも多いですよね、きっとね。そういうアルバムだと思うんですけれども、これを、まあ、インドの旅とですね、まあ、くっつけて考えるとですね、まあ、実は、インドの旅というのは、まあ、普通に考えるとこうね、瞑想に旅だったっていうことだと思うんですけれども、まあ、そうではなくて、まあ、作曲であったり音楽として考えてもすごい重要な彼らの旅だったんじゃないかと、最近僕はつとに思うようになったんですね。なのでそれを自分なりにちょっとね、まとめたいという企画なんですよ。はい、こちらをご覧ください。まずその内容に入る前にですね、当時彼らはどんな雰囲気でいたかっていうのをちょっと振り返るインタビューとかがあるので、それを見てみたいと思います。まずはですね、彼らは48曲滞在中に書いて、ホワイトアルバムに多くが収録されたっていうことなんですね。まあ、向こうのメディアが伝えてるんですけれども、まあ、この曲数に関してはなんかね、こう一定しないものもあるんですけれども、まあこう伝えてるものもあるということですね。かなり多いですよね。でインドの滞在中ですね、ジョージはポールに対してかなり当たってくる感じだったというふうに、まあ、ポールの自叙伝である Many Years From Now なんかにですね、書いてあるわけなんですね。で、その中のですね、情報を中心にちょっとまとめたインタビューとかがあるんですけれども、リシケシではすごいたくさんの曲を作ったと。で、ジョンは創造性ある作品を持ってきたというふうにポールがね、語って思い出してるわけなんですね。で、ジョージは一度かなり困惑した感じで俺を叱りつけてきたと。俺が次のアルバムのことを考えていたからだと。そればっかり考えてたと。まあ、ホワイトアルバムになるわけですけどね、それが。で、俺たちは次のアルバムのためにここに滞在してんじゃねえんだと。俺たちはここで瞑想するんだというふうに結構強い感じで言ってたらしいんですね、ジョージは。で、でもそれって、とポールがこっから言ってるわけですけれども、思い出してるわけですけれども、ああ、休んでるだけなんだけどっていうふうに、ごめんなというふうな感じだったということだったんですね。まあ、この休んでるっていうのはこうブリーズっていうねことなんですけれども、おそらくポールとしてはですね、これは僕の想像ですけれども、まあそれは呼吸してるだけなんだよっていうふうなニュアンスで言ったんじゃないかなと思うんですよね。まあ休んでるっていう意味もあるんですけれども、ポールとしてはですね、よく言うんですけれども、音楽をやるのは自分が呼吸してるようなもんだというようなね言い方もしてたと思うので、時々ね、おそらくポールとしてはジョージに、あ、音楽やってて悪いけどそれは自分にとっては単なる呼吸なんだよというような意味で言ってんのかなっていうふうな、これは想像ですけどね、思ったりもいたしております。はい。で、ただジョージはすごく厳格にやっていたわけで、彼はそうなりやすかったと。まあそうですよね、だってそのためにジョージはのめり込んでたわけですからね。ということで、まあポールとしては、まあまあジョージ、ここでそう自分の主張だけってのもないだろうと、俺も自分の考えを持ったっていいんじゃないかというふうにポールとしてはなんとなく考えてたと、まあかなり後年になって思い出してるわけですね。まあこの辺はまあ見ていくとね、差もありなんていう感じですよね。まあジョージとしては本当に一世一代のインドの旅であったわけですよね。やっとこぎつけた。で、自分がリーダーシップを取ってビートルズを連れてったということですので、本当にこう今まで起きなかったことがね、起きたっていうことで力が入ってたというのは分かりますし、でもポールとすれば、まあどれだけね瞑想を頑張ったとしても音楽がなくなるわけないですよね、ポールから。まあよくジョン・レノンなんかがその、解散してからですね、ショーンができて音楽なんて全然やんなかったという時期がありますけど、ポールにはそれがないんですよね。どれだけ子供ができても、どれだけ幸せな他の事象があっても、まあ、むしろポールにとっては音楽をやってることが幸せなんだろうと思うので、いくらインドに行ってもですね、それはなかったんだろうと思いますね。まあ、ただ他のね情報なんかを読むと、ジョン・レノンはかなりジョージと一緒に、インドではですね瞑想はちゃんとやってたらしいんですね。なので、まあ、ポールはどうしても音楽に染まっていってしまう。これは当たり前ですよね。時間ができれば音楽になると。
で、リンゴスターはなかなかこう特に食事が合わなくて困ってたらしいですね。でも割とリンゴスターも音楽もやってて作曲もしてるんですよね、この滞在中にね、という状況だったらしいですね。まあ、なかなかこうね、見えてきて面白いんですけれども、ただあのシンシアがですね振り返ってることがあって、まあ、ジョン・ヌノンは、まあ、この時ですね、まあ、シンシアとはもうすでにもう壊れかかってたわけですね。でシンシアとしてはこの旅に一緒に行くということで、もしかしたらこれでジョンともう一回寄りが戻るんじゃないかと思って期待してたらしいんですけれども、でもダメだったようですね。でなんかシンシアに言わせると、ジョン・ヌノンはしばしば郵便局に行ってたっていうんですね、一人で。何しに行ってたかっていうと、もう明らかに小野洋子から手紙が来てないかどうかを確認しに行ってたということで、心としてはジョン・ヌノンはシンシアはいたんですけれども、小野洋子の方が完全に占拠していて、で時々ジョン・ヌノンもやっぱり時間ができればですね、思いっきり曲を作ってたということなんですよね。うん、でジョン・ヌノンは後でまた自分で言ってますけれども、この時シンシアと小野洋子を一緒に連れて行こうかなと思ってたそうですよ。まあなかなかすごいこと考えてますけどね。まあその辺はぶっちゃけたところ、ジョン・ヌノンとしてはやりそうなところもありますけどね、まあ、やんなくてよかったんじゃないでしょうかね、という状況がまずあります。それで、まあ、我々としてはよく知ってることですけれども、ここで4人は、まあ、特にジョンとポールはとんでもない量の作曲をしてるわけですよね。わずか1週間の間にすごい曲を作ってるわけですよ。で、まあ一説にはここにある通り48曲ってあるんですけれども、まあ曲目を追いかけていくと、まあ、そこまでじゃないっていう風な発表もあるんですね。でその発表されたのがこちらなんですが、はい、青いのがポール、黒いのがジョン、でこの色は1曲だけですけどリンゴスターで、ジョージは赤い色なんですね。で見てわかる通り、ジョージとね、ポール、ジョージとリンゴは2曲と1曲と少ない。でジョージはもちろん瞑想が主体なので、やっぱりあんまり書く気はなかったんでしょうね、最初からね。ですが驚きなのはまずはジョン・ヌノンですね。しっかり瞑想もやってて郵便局に行ってたりして、でジョンは16曲書いてるんですよ、これすごい創作能力だと思いませんか。わずか1週間で瞑想しながら、シンシアもいてですよ、一緒に。でみんなでワイワイやりながら、それで郵便局行って小野洋子のこと考えて、で16曲作ってんですよ。やっぱすごいなと思いましたね、ジョン・ヌノンって。やっぱりね、もう驚きです、僕は。彼のやっぱり才能っていうのは、本気になったジョン・ヌノンって止まんなくなるんですよね、出てくるのが。でポール・マッカートニーは11曲でしょ、これもすごいですよ、やっぱり。まあリンゴもね、ここに来て1曲ちゃんといい曲作ってくれてますから素晴らしいと思うし、まあ、むしろまあ僕の感想としては、やっぱりジョージ・ハリスンは作曲よりも瞑想だったんでしょうね。でやっぱりね、これだけ特にジョンとポールがですね、まあ、創造性を発揮してしまったということで言えばですね、ホワイトアルバムが素晴らしい作品として完成したのは、これは紛れもなくですね、インドに行ったからと言っていいんじゃないでしょうかね。インドに行かなかったらやっぱり2枚組のアルバムにはなんなかったろうし、せいぜい1枚のアルバムだったんじゃないかとね。まあ、1枚のアルバムでも素晴らしかったでしょうけど、でもホワイトアルバムってこのものすごい雑然とした雑多な感じの中に才能がキラキラ光るのが素晴らしいと僕は思ってるので、やっぱり2枚組になってくれたことこそが名アルバムと僕は思ってるんですよ。でそう慣れたのはやっぱりこれはインドに行ったからなんだというふうに納得してしまいますね。その1週間があったからこうなったと。まあその意味ではジョージよく連れてってくれたとそれがあったおかげでみんなこれだけね、創造性を発揮したっていうことなので、まあ、ジョージにも感謝ですよ、これは。で内容としてなんですけれども、やっぱりね、こうやって改めて見ると、その前作のサージェント・ペッパーとか、マジカル・ミステリー・ツアーあたりとですね、まるっきり曲が違うんですよね。どんな風に違うかっていうと、一言で言うと、まあ、全員の曲がですね、こう丸裸っていうのかな、変にこう飾ってないというか、あの装飾をしてないんですよ。もう丸裸になっていて、それがこう現れてるんじゃないでしょうかね。そういう風に見えてしまう曲ばっかですね、改めて思うと。
ね、方向性のない中にみんな曲が光り輝いてるっていう感じに僕は見えますね。ポールがですね、特に書いている曲で、ブラックバールもそうですし、マザーネイチャーズさんもそうですし、まあ、それからジャンクなんかもそうですね、まあ、本当にね、ポールがこう純粋に美しい曲をここで書いてるんですよね。まあ、I Will もそうですしね。なんかこの辺の感覚っていうのは、おそらくポールはやっぱりインドに刺激されたんではないだろうかと、うん、ここまでこうピュアな感じのね、ポールはもともとどんなタイミングでもね、綺麗な曲は書くんですけれども、この純粋さっていうのはインドなんじゃないかなっていうふうにも僕は思っちゃうんですけどね。でむしろそれはジョン・レノンの方に出てるのはですね、もう何でもありなんですよね、ジョンはここでね、はい、もう全部の曲がぶっ飛んでるんですよ。やっぱりジョン・レノンもここで何か心のね、こう刺激を受けていたんだろうともちろん思うし、いやー本当にこのツアーは、インドツアーはもう紛れもなくですね、もう彼らの創造性を刺激したんでしょうね。行ってくれてよかったと思います。もし行かなかったら、うん、まあ単純なね、ありきたりのスタジオアルバムにはなんなかったとは思いますよ、彼らの才能のことですから。でもこれだけもう普通のね、やっぱりロンドンに住んでいるビートルズではありえないような、姿を見せてくれる作品っていうのはやっぱり起こり得なかったんだろうなっていうふうに思いますね。ここに最後にですね、ちょっと言いたいことがありまして、ポール・マッカートニーのこの、コズミカリー・コンシャスっていうのがあるんですよね。オフ・ザ・グラウンドに入ってるんですけれども、これなんかはまさにインドですね。すごいこう瞑想してる世界から、ポール・マッカートニーなりのスペースに飛び出していくっていう感じの曲で、もともとこの曲大好きなんですけれども、あ、これインドで作ってたのかって分かった時はもうものすごい合点がいきました。まあ、この曲自体はとてもポールにしては珍しくこうなんていうんですかね、それこそ本当に宇宙的な、で宗教までは感じないんですけれども、こう飛んでる感じっていうんですかね、ふわ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 した感じを受けるんですけれども、これはインドだったらポールはやるなと思った記憶があります。今でもそう思います。はい、ということで長くなりましたけど、ホワイトアルバムはインドのおかげと僕はちょっとね今日は思ってしまいますね。勝手に断言という感じですね。まあもちろんもともと言えば彼らの才能のおかげなんですけれども、でもインドとその才能がうまく混ざったんだというふうに思いますし、まあその意味ではジョージありがとうということですね。失礼します。